はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、エルサ&サラマンダーペアツムがね、7月8月限定で、新ツムとしてね登場したんですけれども、こちらのね、裏技がありまして、でそれをねちょっと紹介していきたいと思います。裏技の内容なんですけども、まあ、あのガチャの確率を上げる、まあ、エルサ&サラマンダーを、一番確率を上げる方法をね今回教えていきたいと思います。でこれはね、あの修正されてなければできます。あの一応ね皆さん試してみてください。自分もね一応サブアカで試してみますけども、あのぜひとも試してみてください。エルサ&サラマンダーが欲しい方は、一番ね確率が高い、方法をね伝授していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でこれね、まあ、ここに書いてあると思うんですけども、ペアツムの、ね、確率アップは、ね、予定されていないというところになっております。ただね、あの再リリースされる可能性はあるということで、まあ、いつかセレボとか、ピックアップで来る可能性はあるというところは、一つ頭にね入れておいていただきたいなと思います。これを踏まえてそれでもね欲しいという方、ぜひともこの方法をねやってみてください。でどうやってやるかなんですけども、これね本当にね今回このタイミングでしかできないので、ぜひともチャレンジしてみてください。でどういう方法かというとですね、あのつむつむをアップデートさせないっていう方法です。はい、それどういうことかっていうと、まあ、8月1日にね新ツム、まあ例えば3体出ると思います。はい、でその時にアップデートさせないと新ツムがね引けない状態になってます。はい、でただしかも、ここのねプレミアムボックスの方を見るとですね、その新ツムの枠がなく、エルサラがね、引けるというところで、新ツム枠が0体の枠で、ガチャがねプレボが引けるという形となっております。なので例えばガストンとかハムとかその辺もね、むしろ一番確率が高いと、まあ、野獣とかもねそう考えると、まあ、結構ね、意外と、いい方法なんじゃないかなと思いますので、まあ、その方法をですね、教えていきたいなと思います。どうやってやるかなんですけども、まあ、これは結構簡単なんですけども、あの自動ダウンロード、自動アップデート、自動アップデートですね、自動アップデートをしないという方法ですね。で iPhone ちょっと自分ね Android 使ってないんでわからないんですけども、まあおそらくね Android でもできます。で設定の方のこの iTunes ストア、 App Store のところのですね、このアップのアップデートっていうところをオフにします。ここをオフにすると自動ダウンロードしないはずです。あと、ここもね、一応オフにしといた方がいいと思います。はい。これでおそらくできます。で、モバイル通信のところもね、自動ダウンロード、多分ここはね、関係ないと思うんですけど、ここもね、一応やっといていただきたいなと思います。はい。という感じでございます。はい。なので、このアップのアップデートをオフにしてください。自分はちょっとこれ、メインアカになりますので、もうアップデートは、そのまましますけども、はい、でこれねアップデートをねこれしないと、あのなんでこれ出てくんだよ、これね、あのこのアップのストアのところのですね、例えばここでつむつむって検索すると、まあ、ここでねあのアップデが来るとここにねアップデが来ると、まあ、ここにアップデートっていうのが来るんですけども、まあ、それもね、手動でやるというところになってます。で、これがね、できれば、完璧です。はい。で、これで8月1日にですね、はい、迎えると、これがね、新ツムのガチャの、告知は来る、告知ってか、まあ、その、バナーみたいなのは出てくるんですけども、アップデートしないと、新ツムは出ませんみたいな忠告は出るんですけども、ガチャはね、引けるんですよ。はい。まあ、そんな感じで、エルサラをね、確率アップ一番高い時期が、今回初とか、まあ、8月の時にやってれば、7月か。
やってればね、その時にもできたと思うんですけども、まあ、これが最後のチャンスですね。はい、新ツムの期間中の中では最後のチャンスとなりますので、この方法でぜひとも、エルサラが絶対欲しいという方はこの方法で、ガストン、ハム、野獣、エルサラ狙ってみてください。ということで、紹介はね以上となります。ちょっとラストにねガストンでもやって終わろうかなと思います。はい、これで51倍出たら別の動画にしたいと思いますけども、サクッとガストンやって終わりたいと思います。ね、この方法はね、まあ、リスナーさんにね教えてもらったんですけども、まあ、いつかね紹介しようかなと思ってたんですけどもね、この時が一番いいんじゃないかなと、いうところで今回紹介させていただいております。やっちまってるやんやっちまってるやん。フィーバー中にこれ謎れんかった、ショック。ほい、まあ、万枚はいけますか。万枚はいけると思うけど、タイミングずれてる、タイミングずれてる。2000枚。え、俺タイムつけたよねこれ。相当やばくないこれこれで2000。いや、ちょっとやばいな。ガストンね、最近めちゃめちゃ引っかかるんですけど、俺だけですか、俺だけなのかな。めちゃめちゃ引っかかるんですよね今の。もう引っかかると、おい、32秒で4400ぐらい。うわ、また引っかかった、やばいやばい。ギリ万枚ぐらいですねこれ。はい、40チェーン。はい、45。ダーダー、やばいマジで万枚かね。そんなかがな。うわー、やべえ、万枚かねえじゃん。じゃマジでさ、引っかかりすぎてさ本来40チェーンばっか取れるはずなんだけど、30チェーンばっかなんですよね。でこれフィーバー行ったとしても無理じゃん。ギリギリ行った、危ねえ、ギリギリ来ました。下手くそすぎー。ということで、まあ、とりあえず1万枚いきましたと。51倍は来たら別動画になります。はい、ということでね、皆さんエルサラ欲しい方はぜひともチャレンジしてみてください。安定の 1.1 倍ですねはい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではバイ。